速稼塾の久保です。今ねコロナ禍で非常に国民生活っていうのは厳しいところが多いですね。特に生活困窮者にいつまでたってもお金が行き渡らないっていう現実があります。そこでですね、連日国会では例のね、特別定額給付金10万円の一律給付、もしくは困窮者に限っての給付っていうのが、日々ね、議論に出されております。そのためにですね、国の借金を増やしていいのかとかね、このコロナ禍が収束した後に増税をしなければそのお金は取り戻せないんじゃないかなって議論が出てくるわけなんですよ。で、これに対して私はもうとっくにね、切り替えた気持ちがありますけども、もっともっと多くの人が国債ってのが一体何なのか、国債ってのは本当に国民が返さないといけない借金と言えるのかっていうところに、かなりね、メスが入ってきたわけなんですよ。結論申し上げると、国債ってのは正確には借金ではないんですよ。単なる財政出動の記録なんですよね。簿記ってのをやってるとよくわかるんですけども、こちらの方に資産の計上額があって、こちらの方に負債ってのがあるわけなんですよ。で、もうちょっとわかりやすくと、借り方と貸し方ですよね。こちらの方にお金を出したってことは、こちらの方にお金と同等の資産、物とかサービスがあるってわけなんですよ。皆さんもそうだと思いますけども、例えばですね、10万円の物を買いました、もしくは10万円のサービスを使いましたっていうと、自分の手元から10万円消えますけども、でも10万円っていうのは市場にずっと存在してるんですよね。だからなくならないわけですよ。そして自分がいただいた商品やサービスってものは、その後やっぱりね、何かの形として残ってくれるわけなんですよ。で、よくね、国の施設、道路、こういったものが当てに出されますけども、じゃあですね、今ね、私たちが縦横無尽に道路を走ったり新幹線を使えるのはなんでなのかってことなんですよ。それは数十年前に道路を整備して、そして数十年前に新幹線や鉄道を引こうと考えて、そこにお金を注入してくれたおかげなんですよね。じゃあそこで作った、いわゆるね、そのインフラを作るために整備したお給料代とか原材料費ってのは、はっきり言って国の借金になったんでしょうか。国の借金として我々は今それを回収されてるんでしょうか。そうですよね。いろいろ考えていくと、実はそんなことないわけですよね。そして論より証拠、国債の残高ってのはどん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 増えてるんですよ。よくね、将来世代にツケを回すのかって言いますけども、はっきり言ってですね、30年前に発行した国債、30年後の今日、何か私たちの生活の足を引っ張ってますかってことなんですよ。結局国債を返す日が来たら、新しい国債を作って借り換えてるわけなんですよ。借金で借金を返してるっていう表現もありますけども、国債の償還期限が来たら新しい国債を作って、結局支払いを延長してるんですよね。実質的には払わなくていいわけなんですよ。じゃあ今度ね、千年国債って作ったらどうでしょうかってことなんですよ。千年国債で1000兆円発行して1年に1兆円ずつ返す、それでも全然構いませんよね。そうすると経済成長率が追っかけてきて、そして物価の変動が追っかけてきて、1000年後の1000兆円って、もしかしたら今でいう100万円ぐらいのちっぽけな額になってるかもしれないですよね。そう考えるとね、やっぱり今特別定額給付金を一気に出すべきじゃないかなと思うんですよ。そういうことを理解している方が与党をね、いつもつつくわけなんですけども、なぜか麻生財務大臣は前と違うことを言うんですよね。前はね、積極財政でいくらでも国債をすれとかね、言ってたわけなんですけども、今はね、ちょっと考え違うんですよね。困ったもんですね。ちょっと記事の方一緒に読んでいきましょう。3-2-1になります。はい、切り替えてこちらの方ですね。国の借金を増やすなという常識を疑え。まさに今日これです。一律現金給付を続けても日本は破綻しない。山本太郎さんも言われてますけども、毎月毎月全国民に10万円を配っても、これね、140兆円ぐらいでしょね、年間で。で、これを2年3年続けても特に世の中困らないって言うんですよ。で、お金を配ってるうちに需要と供給のバランスが保ててきて、それが通常化されても、またこれもね、そんなに困らないってことになります。ただしですよ、ただし10万円配り続けると、さすがに働かなくなる人が出てきます。その結果、トラックドライバーさんが減ったりとか、食品を作る人が減ったりとか、他のね、仕事が人手不足になっちゃいます。働かないんで。そうなると生産と供給がちょっとね、目減りしてきて、需要と供給のバランスが悪くなると思うんですよ。だからその時に、例えば税金をかけて、お金をね、あんまり払いにくくして、相対的に商品やサービスの価値を高めていくっていう方法があります。そうやって需要と供給のバランスを取っていけばいいと思うんですよ。文章の方ではこうあります。
人々が熱望しているのが10万円の定額給付金の再給付だが、菅政権は再給付に否定的だ。その背景には麻生財務大臣の会見での発言でもあるように、国の借金を増やしてはいけないという財政規律を求める財務省の意向があるのだろうと、うん、財政規律は果たして絶対的なものだろうか。私はそうは思えないんですよね。毎年120万円すれば日本が幸せになるって、そういう調査もあります。財政規律の常識にとらわれず、国債を活用してコロナ経済危機を乗り越えることの重要性を訴える本ですね。国の借金を増やしてはいけないは財務省とマスコミによる刷り込みです。まあ財務省はともかくね、マスコミの皆さんね、こんなことを広めて何かいいことあるんですか。池上彰さんとかね、嘘を広めちゃダメですよ。ミスリードしては、池上彰さんほどの頭脳があればこんなこと簡単に見抜けていたはずです、まあ、ですので意図的に私たちを間違った方向に先導しているんだろうなと思いますよね。定額給付金は政府の借金、国債でやっている、後世の借金をさらに増やすのかというふうに麻生財務大臣言われてましたけども、借金でもないし後世にツケを残すわけでも全然ないです。この辺は麻生財務大臣知ってて言ってるんでしょうね。で、あとよく引き合いに出されますけども、これは高橋洋一さんが書いたそうなんですけどね、財務省のウェブサイトに掲載されているんですが、2002年に外国の格付け会社が日本の国債の格付けを下げたとき、日米などの先進国の自国通貨建ての国債のデフォルト、債務不履行は考えられない、デフォルトとしていかなる事態を想定しているのかと反論したぐらいなんですよね。これ財務省が、日本というのはお金がなくならないですよと、借金によって潰れるのことはありませんってことを答えてるんですよ。でも国内向けにアナウンスしている事情はちょっと財務省とね、麻生財務大臣ちょっと違いますよね。ここで言われているのは、つまり自国通貨を持ち通貨をすることのできる日本は国債を大量に発行してもそれ自体で破綻するリスクはないということ、これグリスパンさんも言ってます。国債は発行すればいずれ返済しないといけない時期が来ますが、そのお金を返すためにさらに国債を発行したらよいと、これを借り返済というのです。借り返ている間に金利が上がるリスクはあります。ですから私はマネタイゼーションをどんどんやるべきだと考えているということですね。その他にもね、ちょっと記事がありますんで読んでいただきたいんですけども、ナンバー2、うん、日本は過去に国債を大量に発行して経済危機を乗り越えたっていうね、そういうふうな事例もあったんですよね。高橋堀清さんですね。麻生財務大臣も昔はね、現代の堀清になるんだって言って、この昭和恐慌をね習って、積極財政派だったんですけどもね、寂しいですね。で、毎月10万円広く継続的な給付で日本経済を立て直せと。別にコロナじゃなくても、今みたいなコロナじゃなくてもね、やっぱり2年3年続けて全国民に毎月毎月10万円配る、これはね私はすごくいい策だと思うんですよ。一定の所得のある人っていうのは10万円が全く使われないままに税金として返報されますので、実際に120兆円年間で配るといっても、その実質的には3分の1ぐらいの配布がまあちょっと生活支援に回って、要するにね、所得の低い人に回って、その所得の低い人は10万円もらったら確実に使えますからね。普段買えなかったもの、ずっと我慢していたもの、税金も払うかもしれませんけども、壊れた家の修理をするかもしれませんし、もしかしたら中古車の修理や買い替えに使うかもしれません。今まで行けなかった塾に行くかもしれないし、美味しいものを食べに行ったり、久しぶりに服を買ってみたり、パソコンを買い替えてみたりと、すごくね需要を喚起すると思うんですよ。そうすると世の中で不況と言われている会社のものが売れて、サービスが売れて、飲食店はまた流行っちゃってね、旅行もどんどん使えるようになります。国民はお金があれば必ず使うんですよ。必ず使うってことは使われた会社が儲かるってことですよね。ということでデフレは簡単に脱却して、みんなで豊かなインフレに向かうと思うんですよね。徐々にお金が余ってきて、給料が増えて、そして気持ちよくお金を払うと。ランチは今日は980円で行こう、ディナーは3500円で行こう、所得が上がったから払えるよねと、飲食店も無理な営業しなくてもきちんと利益が得れるという形で、どん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 この国っていうのは豊かになっていくんじゃないかなと思います。そして豊かになった暁には、今までずっとできなかった防衛費ですよね、国を守るためのお金、これをしっかり作っていくこと、それからいろんな安全対策、健康対策、ここにも予算が割けますし、新しく生まれてきた子どもたちにもしっかりとお金をかけてあげます。もっと言えばですね、少子高齢化対策もお金があればできるところが多いんですよね。若者の恋愛をもっともっとね、助長して協力してあげるとか、それからちょっとね、中高年になっても恋愛ができる環境を整えたりとかね、そこに例えば
結婚したり出産をしたりとかですね、もしかしたら男女としての交際が始まったらね、そこにプレゼントする、お金をプレゼントするみたいな政策があってもいいのかなと思います。少なくともお金がなくって苦しい思いする母子家庭ですとかね、困窮にあえぐ若い、ご夫婦、お金がないから子供が産めないっていう悩みは消えるんじゃないかなと思うんですよ。ぜひね、そういう風にしてほしいなと私は思っております。皆さんどういう風にお考えでしょうか。それでは本日は以上です。